YamaTube, we move your dream. 機械レンタルネットのYamaTubeです。今回は大型解体現場で使用されますこの鉄骨カッターで、手すりはなく紙を切れるかどうか実験しようと思っています。使用されるショベルはコベルコケンキ SK500 で50トン、鉄骨カッターは日本ニューマチック工業 PD500 5トンとなります。では実際にサイズ感をご覧になってください。この鉄骨カッター PD500 はレンタルにおいて市場に現在する機械の中では最大級のクラスとなっております。それでは通常解体現場でどのようなものを切断しているのか映像でご覧になっていただきましょう。ご覧の映像は当時西日本で一番大きな工場の解体現場であり、通常は工期が2年以上かかるところ、こちらの解体業者さんはわずか9ヶ月で解体しました。当現場において鉄骨カッター PD500 が工期短縮に大いに貢献しました。また切断中の鉄骨はなんと幅1メートル、厚みが25ミリもありましたが、難なく切断しました。業界の常識では PD500 よりもこのように小さい鉄骨カッターでも鉄は切れても決して紙は切ることはできません。あくまで鉄を切るためのカッターなんです。我々が通常手にするようなこのハサミでは紙は切れたとしても、鉄骨カッターでは刃の間に紙が滑り、紙を切ることはできません。しかし今回三木機材センターの若いスタッフたちが超強烈にこの鉄骨カッター PD500 をチューニングし、マックスに切れ味をアップして紙の切断にチャレンジしてみます。工場長、切れ味は鋭そうに見えますけど、自信の方はいかがですか？はい、あります。では実際紙を切断してみましょう。ではこの紙を切っていきます。すごい、すごい、見事に切断できました。工場長、すごいですね。よかったです。ここにいるメンバーのおかげです。これからも着実なメンテナンスに努めてまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもこのような機械を使ったますます楽しい動画を提供していきます。よろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。機械レンタルネットで検索。